ドデカヘドランは有機化合物の一つで1982年にオハイオ州立大学のレオパケットにより主に12面体の対称性を神秘的に探求した結果として初めて合成されたこの分子では拡張点が炭素原子でそれぞれ3つの隣接する炭素原子と結合している拡正五角形の角108度は 理想的な SP3 混成軌道のナス、核109.5度と近い、核炭素原子は水素原子にも結合している。この分子はフラーレンと同じ IH 対称性を持ち、そのことは 1HNMR で、すべての水素原子が 3.38ppm の化学シフトのみを示すことからもわかる。ドデカヘドランはキュバミやテトラヘドランなどと同様に、 プラトン立体炭化水素の一つで自然界には存在しない。30年余りにわたっていくつかの研究グループが活発にドデカヘドランの全合成を追求した。1978年に発表されたレビュー論文にはその時点で存在したいくつかの戦略について述べられている。最初の試みは1964年にウッドワードにより、 ドデカヘドランに単純に二両対価できると考えられていたトリキナ線合成から始まった。初めてドデカヘドランを合成したのはパケットのグループだが、プリンツバッハのグループによりパゴダンを経由するより汎用的な合成経路が発見された。イートンやシュレイヤーラなどの他のグループも競合していたが、頂点を極めたのはパケットとプリンツバッハのチームであった。 パケットのグループは1981年に1、16、ジメチルドデカヘドランの合成に成功し、翌1982年にシクロペンタジエン2分子、アセチレンジカルボン酸、ジメチル、アリルトリメチルシラン2分子を出発物質とする29段階の有機合成により無知感のドデカヘドランを合成した。合成の第一歩として、シクロペンタジエン2分子1をナトリウムと、 要素存在下でカップリングさせ、ジヒドロフルバレンに終える。次に、タンデムディールスアルダー反応により、アセチレンジカルボン酸、ジメチル酸ペンタジエンアセチレンペンタジエンの順に反応させ、対称な負荷体容を得る。この反応時には、投量のペンタジエンペンタジエンアセチレンの順に反応した非対称な化合物も生じるのでこれを除去する。次に、ヨードラクトン化反応により、 用土元を一時的に導入するとともに2、3、ジメチル4をジラクトン5に転換する。その次に、ラクトン間のエステル結合をメタノールにより切断し、ハロヒドリン6を得る。アルコール部をジョーンズ酸化によりケトン化し7が得られ、用土元を同和円玉により還元し8を得る。最後の6つの炭素をアリルトリメチルシラン9と N。 グチルリチウムから生じるカルバニオン10を、ケトン元に、嗅覚負荷反応させることにより導入する。次に、ビニールシラン11を、酢酸中のカサク酸とラジカル置換させて、ジラクトン12を得て、コ酸化二輪により、分子内フリーデルクラフツ反応でジケトン13にする。この分子は、必要な20の炭素原子をすべて持っており、残り5つの炭素炭素結合の生成に、 有利な対称性を持っている。化合物十三の二重結合をパラジウム炭素による水素化により還元し十四を得、毛と元を水素化ホ放素ナトリウムによりアルコール化して十五を得る。この時生じたヒドロキシ元をジラクトン化十六した後、塩化トシリを用いて、嗅覚置換反応により塩素に置換して十七を得る。最初の CC 結合生成反応はバーチ還元の一種で、 生成物は即座にクロロメチルフェニルエーテルに捕獲される。化合物17の残りの塩素原子は単純に還元される。このように一時的に置換器を追加することで、後のステップでエノ能力化が起こることを防ぐ。新たに形成されたケトモトは、効果学的ノリッシュ反応による、さらなる CCE 結合生成反応を受け19となり、生じたヒドロキシモトは、 によって脱離しアルケン20を得る二重結合をヒドラジンと水素化、ーソブチルアルミニウムにより還元し21、クロロクロム酸ピリジニウムで酸化して、アルデヒド22を得る。二度目のノリッシュ反応によりもう一つの C、C 結合を形成し、アルコール23を得た後、フェノキシマッタンを次のような段階を踏んで取り除く。まず、バーチ還元により、 ジオール24を得た後、クロロクロム酸ピリジニウムを用いた酸化により、ケトアルデヒド25を得る。さらに逆くらい全粛合により、ケトン26を得る。3回目のノリッシュ反応により、アルコール27が得られ、2回目の脱水反応により 28, さらに還元して29を得る。この時点で、寒濃期以外の合成は終了である。 残りの CC 結合は、摂氏250度圧縮水素雰囲気及び、パラジウム炭素触媒化脱水素反応で生成し、ドデカヘドラム30を得る。1987年、プリンツバッハラにより、パゴダン異生体を経由する、新たな合成経路が発見された。パゴダムは、イソドリンを死物質として6、6プラス6、光感化不可反応などにより得ることができ、 シュリーヤーのアダマンタン合成と似たアプローチでドデカヘドランに異性化する候補物質として適していると考えられた。プリンツバッハラとシュリーヤーらの共同研究により最高で8%の収率が達成された。あとの10年でプリンツバッハラはパゴダン経由の合成経路について最適化を重ね数グラム程度の合成に成功しただけでなく、 選択的な痴漢と不法和化を達成した。パゴダンとドデカヘドラン及びその痴漢体の研究の中でもシグマ、ビスホモ協約系の発見と多種化ドデカヘドランからのフラーレン C20 の合成は特筆に値する。パゴダン経路の最適化など、プリンツバッハラの貢献の総まとめは2006年の C20 クラスターに関する論文に見ることができる。 最適化されたドデカヘドラン合成経路においては、収率の低いパゴダンからドデカヘドランへの異性化は、段数が多いものの収率の高い別の経路に置き換えられているが、パゴダン誘導体に強く依存していることは変わらない。数を参照のこと。母構造の特性を変化させることを狙い、また科学的構造及びダイナミクスに関する仮説を検証するため、 小分子ケージ内に原子を放含する試みが行われている。ドデカヘドランでヘリウムイオンを包むことには C20H20 にヘリウムイオンビームを照射することで成功している。クロス、サンダース、プリンツバッハはマイクログラム単位の極めて安定な HEC20H20 を得ることに成功している。この成果は世界で最も小さなヘリウム風船として言及される。 ことがある。様々なドデカヘドラン誘導体が合成され、論文に発表されている。20個の水素すべてをフッ素で置換して得られる比較的不安定なペルフルオロドデカヘドラン C20×20 は、ウワールラによって2006年にミリグラム単位で合成された。C20H20 を加圧した液体塩素に溶かし、摂氏140度にて、 強力な光を5日間当てることにより、様々な部分塩化物に混じって、痕跡量のペルクロロドデカヘドラン C20CL20 が得られる。ハロゲンが重くなるにつれて、大きさが大きくなるために完全置換は難しくなる。半分以上の水素原子をヒドロキシ元で置換したポリオールを得ることはできているが、2006年現在においては、全置換体 C2020 は得られていない。 また、フラーレン C20 及びその置間帯を触媒を用いた、無溶媒1、3、双極子間化負荷反応及び、ディールスアルダ反応により合成する可能性についての理論的研究が行われている。ありがとうございます。